おはようございます、ただいま朝7時になります。今日もいい天気ですね。昨日に引き続き、若干昨日よりも雲は出てますけども、今日も晴れのいい天気です。風は北西の風、2、3メートル吹いてますね。まあ、冬らしい朝になってます。今富士山を映してます。いや、富士山も今日もはっきり見えますね。空気が澄んで綺麗な空です。今日は北西の方向から、南西の方向から、南の方向に向かって、カメラを動かしてみたいと思います。すごい青空ですね、この辺はね。真南の空です。どんどん回してます。ここが真南か。はい、で、南の方に来るとこういうふうに雲が出てます。東の方にかけてずっと雲が出てます。この雲はね、どっちへ行くのかわからないんですけども、まあ東側の雲ですから、これから取れてきて晴れなんでしょうね。はい、これが東側の雲になります。まあ低い雲なんでね、上の方には雲がないという状況です。まあまあいい天気ですね。はい、今日はですね、岩間100キロ訓練の持ち寄り日になります。お泊まり訓練というか、コンテナで今日泊まって翌日飛ばすんで、今日は車外をやめて掃除だけと、あとは餌の量を調整して、今日の持ち寄りに備えたいと思います。はい、7時今4分ぐらいになりましたかね。はい、ではこれから掃除に入ります。はい、いつものようにこれから厩舎に入ります。おはようさあ、今日の糞の状態いかがですかね。まあ、もうちょり日なもんで、綺麗な糞だとありがたいんですけども、よいしょ。はい、今開けてきました。こんな状況ですね。これ手前の鳥の状況です。コロッコロっていうかね、綺麗な糞してますね。これちょっと奥なんで、奥の鳥ですね。はい、状態としては、問題ないようです。さあ、今日はちょっと餌を減らして、少しでも体を軽くしてあげたいなと思っています。厩舎の掃除終わって、食事をしてパソコンの前に来ました。今映しているのが明日の関東地方の天気予報ですね。天気予報を見るともう関東地方は全域晴れですからね、いい天気になることは間違いないみたいです。で、明日の風向きなんですけども、風向きはですね、北西の風ですね。東京は7メートル、埼玉9メートル、結構強い北西の風が吹く見通しですね。結構鳥は東の方にこう流される感じですから、また南から上がってくるのかな。そんな感じです。あと気圧配置なんですけども、これ明日、土曜日の気圧配置9時現在ですけども、やっぱりこう北西の風が吹くような、気圧配置ですね。もうちょっとね、風が収まってくれればいいんですけども、まあ
どうなりますか。明日の朝のお楽しみです。ということで、明日は北西の風が若干強いんですけども、いい天気の岩間100キロ訓練になりそうです。さあ明日が楽しみです。はい、今日もご覧いただきありがとうございました。この辺でビデオ撮影終わりたいと思います。ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。